ラーシュラーゲルベックは、スウェーデンの元サッカー選手、サッカー指導者である。選手時代は、RBFF や、イモネス CK に在籍したが20代で現役を引退し、指導者の道へと進んだ。スウェーデン国内のいくつかのクラブを指揮した後の1990年に、スウェーデンサッカー協会のスタッフとなり21歳以下、代表チームや B 代表チームを指揮した。 1998年8月、トミー・セデベリのアシスタントスタッフとして、スウェーデン代表のコーチに就任すると、2000年には、共同監督に昇格した。ラーゲルバックと、セデベリとの二等体制において前者は、戦術分析業務、後者は、監督采配を担い UEFA ユーロ2000 2 0 0 0と2002ワールドカップ日韓大会と、UEFA ユーロ2 0 0 4で指揮を取った。 UEFA ユーロ2004終了後、セデベリーは U-21 スウェーデン代表を率いるために代表チームから離れ、ラーゲルベックは単独で代表を率いることとなった。2006ワールドカップドイツ大会ではグループリーグ突破を果たし、ベスト16でドイツと対戦したが0から2で敗退。2年後の UEFA ユーロ2008でも指揮を取った。 2010フィファワールドカップ欧州予選でも引き続き指揮を取ったが、隣国のデンマークに、ホームとアウェーで敗れグループ3位に交代、予選を突破できない場合は、監督を辞任すると発言したが2009年10月14日に行われた最終節の結果、予選敗退が決まり監督を辞任した。2010年2月27日、ナイジェリア代表の監督に就任した。 契約期間は2010ワールドカップ南アフリカ大会終了までの5ヶ月間。しかし6月に行われた本大会では定調な成績に終わり2敗1分けでグループ再開に終わり大会終了後に辞任した。2012年にアイスランド代表監督に就任し、2016年に退任。ありがとうございます。